日本一のスラム街西成行ってみた。どうやら物価がめっちゃ安いらしい。早朝6時からチェックイン OK の1泊1800円のホテル泊まってみた。外観は西成とは思えないほどとても綺麗でした。この広いリビングルームでテレビを見たりおしゃべりをしたり、キッチンがあるので料理だってできます。私は案件の編集をして過ごしていました。次は激安ホテルを紹介します。オープン。シングルベッドが見えて昭和的な雰囲気が味わえます。清潔化は値段相応ですが、その代わりテレビ、冷蔵庫がありました。寝るだけなら問題ありません。アメニティでタオルがついていました。このホテルはエアコンがついていました。窓からは隣のホテルの建物が見えます。玄関や荷物置き場の広さもちょうどいいでしょう。清潔さは値段相応ですが、気にしない方なら全く問題ありません。話は変わりますが、スタッフさんがとても親切で優しかったです。洗面所は男女共用です。清潔さは値段相応ですが問題はなかったです。私はバングラディッシュのスラム街を行ったことあるので、日本の方がまだ綺麗でした。あ、この子、夜行バスに荷物を忘れてしまったことを思い出している瞬間ですね。続いては男女共用のお風呂を紹介します。もちろん混合にならないため、時間制でしっかり分けていました。シャワーは熱湯湯が出て、とても大変でした。しばらく西成滞在中のため、次回も西成を紹介します。よく YouTube ライブで生配信をしています。もしよかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。じゃーん。